リュウトの好きなのあげる。じゃあ私のもあげる。ありがとうございます。ほっぺた赤いよ。リュウトのほっぺ柔らかいんだよね。つんつん。リュウトくん嫌がってるでしょ。リュウトくん、私にほっぺ触られるの嫌？その。あげる。ありがとうございます。うん。黒部さん。ほら話してみなよ。実は同じ趣味の女の子がいるんですけど、ここで学校の人たちと遭遇しちゃったんです。目的のものを買いに2人で買い物に行ったんですが、男女で友達になるのは変なことなんでしょうか。ふーん。それでその時にそこにいた人たちに。私はそうは思わないかな。まあ人との関係ってきっかけ次第でどう変わるか本当に分かんないからさ。一緒にいて楽しいならそれでいいと思うけど、でも案外友達だと思ってた人が君の好きな人になっちゃうかもよ。黒部さんまでからかわないでくださいよ。